こんにちは、ナースケです。ということで今日はね、日曜日なんですけど、そろそろ結婚式が近づいてるということでね、実は結婚式をね、気合入ってるわけですよ。僕はもう結婚式をね、素晴らしい式にしようと思っていろいろ準備をしてるわけなんですけど、まあこういうのもね、僕の人生でもあるし、いろんな人ももしかしたら経験するかもしれないから、動画にしようかなとかと思って今回してます。まだね、今8時なんですけど、まあここにね、嫁助がいて、今はね席を決めてます。誰を呼ぶかっていうのはある程度も決まってて、もうキャパもあるから、席をね順番にこうやって決めてってるんですよね。まあ、席がねとても難しい。例えばさ、僕野球やってたんだけど、野球部を呼ぶってなったら10人ぐらいいたら、でも席は8人だから残り2人どうしようかなとか、半々にして5人5人にするべきだよとか、8人の席だから5人だけ座らせたら3人だけ違う人が入ったんじゃないのかね、いろいろ考えてみて。結構むずいで苦戦をしてるというわけです。結婚式のね、プロフィールムービーをちょっとね、作ろうと思ってて、いろいろね、まず曲探しから探してるんですけど、ちょっとね、YouTube のね、動画編集とはまたちょっと違って、結構難しいっすね。結婚式に使おうと思ってるのは、この曲です。まあ、内容はちょっとねお見せできるんですけど、この曲はね、てかまあラッドウィンプス自体僕は結構大好きっていうだけど著作権があるから YouTube では流せないけど、さ、最果て会心の一撃じゃない、間違えた、これ違う流れちゃって、最果て愛にっていうね曲をね使おうかなとかって思ってます。で、 YouTube とちょっと編集違うのは、 YouTube ってねこうやって見るとここはね16対9なんですよね。だけど結婚式のねムービーは4対3で作らないといけないから、これがまず難しい。今までと編集が違うので、まあなかなか難しいですけど、こういう感じの作ります。動画作るのはめちゃくちゃ大好きだから、プロフィールムービーだけは作りたくて、わがまま言って僕が作らせていただきます。楽しみ。エクスペアリに行った時に撮ったでしょ、GoPro のやつ。そうでしょ。はいはいはい。ひとまずね、結構いろいろ動画作って、結婚式の準備ね楽しいんだけど、仕事と YouTube の編集もそうだし、いろいろと並行しながらやるとね、結構時間を見ながらやらないといけない。プロフィールムービーはね、自分の写真を使うんだけど、僕です、これ実家からこういう写真をもらってきて、で一個一個ねデータに落として動画にしていってます。でこれからね、嫁助とちょっとお昼を食べに行くんだけど、まあそのお昼とかもね写真撮影して、会場にねちょっといろんなねサプライズの写真をね飾りたいなっていう話をしてるので、日常のね写真もどんどん撮って結婚式の準備をしていくって感じです。ということで、ちょっとねこれから多分ステーキを食べに行きます。ステーキ屋さん行きました。嫁助と一緒にご飯食べて、それを撮影して、これ結婚式の写真に使うと、なんとも変わった2人です、ね、これはもう任せてください。寝ちゃいました。実は昨日ね、多分ワクチンを打ってて、これだるいかもしれないっぽいから、ちょっとね休んでるって感じです。僕はちょっとね休んでる間に動画を作って、プロフィールムービーをね、結構やっぱ時間かかります。僕のね編集をどういうアプリでされてますかってよく聞かれるんですけど、ファイナルカットプロっていうねアプリを使ってますので、まあそういうのをね見ていただけたらいいと思います。ただやっぱ高いんだね。プロフィールムービー作るだけとか、趣味で動画作るとかだと、多分ファイナルカットだとちょっと高い。僕はね、社会人になる前かな、大学生の時に動画編集好きだから買おうと思って一生使ってますけど、正直ね、まあ無料でいいアプリあるし、まあ1本2本動画作るんだったら、まあ携帯のアプリでね、キャップカットとかっていう TikToker の人がよく使ってるアプリとかあるんで、まあそういうので代用するのもありなんじゃないかなって思います。まあちょっと日付が変わりました。これ怪我したりなんなりいろいろね、その間にあったんですけど、とりあえずね、オープニングムービーはまだ全然完成してない結構ねやっぱり時間がかかりますね。素材もたくさん集めないといけないし、ユニクロでこんなのを買ってきて、部屋着っぽいこういうパーカーを買ってきました。めちゃ高いものでもないんだけど、これを着てね、今日はね、お家で、嫁助のね、友達が、写真をね、撮れるっていうプレゼントをくれて、出張写真みたいな、なんかそういうのをね、くれたんですよ。それで、お家でね、写真を撮ってくれるみたいなんで、だからちょっと、そういうものも買ったりして、まあね、いい感じのね、ちょっと写真を撮ってもらいたいなと思って今、準備を進めてます。もうこういうところもね、裏側もガンガンなんか映せたら、嬉しいです。綺麗なウェディングの。やつこんなのも持ったりするまあ一旦こんな感じで並べますか。これとかも可愛いし、ね、この靴もね撮影で使いたいね、うん、これがねお気に入りということで、準備できたんでね、これからカメラマンさん来ます。店員さんの独特な、なんかあの
おめでとうございますみたいな目線ありません。なんだろうな、これ見れて嬉しかったとか。でも和装はやっぱりいいですね、はいはい、それがいい。あ、すごい。いいね、いいね、いい感じ、すごい。ということで、そんな感じで前撮り的なのを終わらせました。前撮り的なのっていうのには理由があって、前撮りはしっかりやってます。スタジオ撮影だったりとか、外の撮影だったりとか、あと和装とかもやったりして、とりあえず今回はね、休日っていうテーマでちょっと撮ったんですけど、前撮りもね、ちらっとね、ちょっとこの動画でね、お見せできたらなって思います。で、それがね、ボーンと、はい、いい感じに多分顔がね、隠れてると思うんですけどこれはね、スタジオで撮影をしました。前撮りってね、やっぱ結構レタッチとかまでやってもらって、レタッチっていうのは写真をね、もうちょっと元のデータから色味をつけてくれたりとか、ちょっとね、編集を加えてカメラマンさんに送ってもらいます。このカメラ担当してくれたのはね、今回ね、ゆいさんっていうね、前もね、トレーニングの動画を撮ってくれた方なんですけど、前撮りも2回ともね、ゆいさんにお願いしました。まあ、ゆいさんはね、嫁助とも会ったりしてて、緊張もほぐれたりとかするかなと思って、同じ感じでね、撮影をしてもらって、ゆいさんのインスタを見ると、すごい僕のね、なんて言うんだろうね、すごい好みというか、もうめちゃくちゃね、かっこいい写真ばっか撮っているから、それでね、お願いしたって形になります。で、大体やっぱ前撮りはね、期間をね、余裕持った方がいいですね。1ヶ月ぐらいこうやってレタッチに絶対時間はかかると思った方が良くて、なので1ヶ月ぐらい前にね、前撮りの写真を使うとしたら用意した方がいいなって思いました。やっぱり前撮りの写真って招待状だったりとか、いろんなところに使ったりするので、早いにね、越したことはないなって思いましたね。特にさ、外で撮影する時とか、天候にもかなり左右されるので、寸前までね、実際迷ったんですよ。やるかやらないか、前撮りを、日程をずらすか、その当日やるか。当日キャンセルはできないから、もうスタッフさんとかやっぱり準備してくれるので、まあ、そんな感じでね、前撮りを撮ってきました。そして結婚式で使うね、オープニングムービーっていうのもあるんですけど、オープニングムービーは実はね、まだ完成してないんですけど、トミーさんって言って、僕のね、20万人記念の動画を作ってくれた方なんですよね。僕もね、やっぱ知ってる方に作ってもらえるっていうのは、僕もすごい安心しますし、トミーさんがウェディングのね、オープニングやってるって聞いて、ゆいさんがね、トミーさんと僕をコネクトしてくれて、こんな形になったっていうイメージです。はい、ということでね、結婚式の準備段階の動画でしたが、反響が良ければこういう動画もね、出していけたらなって思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。また、ね。